日本テレビの三浦麻美アナウンサー、30、だが、新入社員から初めて挨拶される際の、あるある、について語った。入社シーズンを迎え、三浦アナは3日放送の同局系、スッキリって、うちにもいっぱい社員が入ってきたんですけど、と、アナウンス部にも4人の新人が入ってきたことを報告した。挨拶に来てくれるんですけど、私毎年反省するんですけど、新入社員が来るとなんでカッコつけちゃうんでしょうね、と三浦アナが切り出すと、MC の加藤浩二も、ああ、ちょっとわかるわ。わかるわかる、と同調。新人の芸人さんとかが楽屋とかに挨拶に来てくれると、う?みたいな感じになっちゃう。よろしく、みたいな、と。クールに対応してしまうことを明かすと、三浦アナは、まさにそれなんですよ、と笑いながら激しくうなずいた。一方、ハリセンボンの近藤春菜は、私は逆に、腰低いんだと思われたい、みたいな。なので、あえて、ハリセンボンの近藤春菜です、って言う、と明かし、加藤から、もう一個、深いとこ、ろで悪い女だな、と突っ込まれると、自分でもいやらしいなぁと思う、と自虐して笑いを誘った。加藤が、でも、新入社員の子たちはそういうの見てますよ。そして、そういうの一生覚えてますよ、と指摘すると、三浦アナは、うわぁ、昨日の挨拶、やり直したいよ、と悲鳴を上げた。